ロンウィは、フランス、グランテスト地域圏、ムルトイコールエイコールモゼル圏のコミューン。ドイツ及び、ルクセンブルクの国境近くに住む人々は、ドイツ5名、またはルクセンブルク5名で、町の名を呼ぶ。ゲルマン由来の名、ランギヒは、ロンウィに住むフランス系住民から無視される名前である。1880年に創業した、ロンウィ製鉄会社は、初期にできたロレーヌボン自由数の企業であった。 1980年代まで、ロンウィは、フランスの重要な製鉄の町であった。ロンウィ市街ロンウィのエナメルトをキテルベールの山には、ローマ時代のカストルムがあった。7世紀には、カウンティの城、ロンカストルがあった。9世紀に、要塞の町は成長し、12世紀には、ヌーブビルという町がふもとにできた。ロタリンギアの分割後、 ロンウィは、ロレーヌ公国に属したが、1292年に、バルハクに売却された。ロンウィは1398年まで、バロア地方に属し、その後債務の支払いのため1378年に、ルクセンブルク公に売却された。ロレーヌ女皇、イザベルの夫であったルネダンジュが死ぬと、ロンウィは、バル公領ともども外孫のルネ2世が継承した。1648年に、 フランスがロンウィを攻撃し、シャルル四世が福井する前の1660年まで占領した。1670年に再びフランスはロレーヌ公国を攻撃、ロンウィはフランス領となった。フランスへの併合は1678年の内名編の和訳で最終的に決着した。17世紀にはプレシュディアルが17世紀から18世紀にはロンウィに 大漢区が置かれた。フランス併合後、ルイ14世は、傍ンに命じて、ロンウィ新市街を防衛用に作らせた。新市街はユネスコ世界遺産傍ンの防衛施設群の一つとして登録されている。フランス革命時代、ロンウィは1792年8月13日に、ブラウンシュバイク港によって占領され、むしろ住民は砲撃の恐怖にさらされた。バルミーの戦い後には、 クロイ戦軍に街を荒らされた。1790年から1795年までは、モゼル県の軍庁所在地だった。第一次世界大戦中の1915年、ロミは、ヘッセン・ホンブルク公爵の軍に包囲された。戦後、1919年に、戦時中の県をたたえクロワド・ゲール軍将と、レジオンド・ヌール軍将が街に授けられた。19世紀末、 ロンウィには製鉄工場が置かれ、ほぼ一世紀もの間多くの労働者が雇われていた。非競争的とみなされたロンウィの製鉄工場を解体しようと、1970年代終わりからコミューンが手続きを進め、1980年代初頭の社会投資庁によって完了した。閉鎖計画が発表されると、市内では激しい暴動が起きた。参照元、 1968年以降陰性、ありがとうございます。